キートックさんのモンスターダンスという曲で、譜面では書いてないのですが、本人はハイハットで16ビートを刻みながら、ハイハットオープンをしていました。16ビートをしながらハイハットオープンする方法と練習方法を教えていただきたいです。ハイハットで16ビートを刻みながらハイハットオープンするときっていうのは、アクセントを裏に入れながら叩いてもらうと綺麗になるかなと思いますかね。っていうのもね、ダンスビートでやってるウッチーパッチーウッチーパッチーっていうのは、8分音符裏なので、16分音符に置き換えてつくたかつくたかになるとしたら、この3番目にオープンするような形となるので、ここにアクセントを入れるようなつもりで弾けれると綺麗にオープンができる。だからたこ焼きたこ焼きでこの、アクセントしてもらって、でそのままスネアに、つくつくたかつぐつくつくたかつぐ、この3番目アクセントバージョンの、感じのまま、そのままハイハットオープンされると、16分音符3つのたこ焼きたこ焼き、これと両足を入れれるようにしてもらって、でまずはハイハットで、ハイハットオープンだけできるようにして、そのままスネを最後に加えるみたいな感じで、やってもらうといいんじゃないかと思うし、ちょっと余談なんですけど、今のこのタカ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 を、左手のゴーストノートに加えたやつ、なんかこういう手順もねよく使われますね。何だっけ、全然バンド名が出てこへん、カナブーンのないものねだりで、このあったと思うんですけど、こう感想のところで、あれはなんか16ビートのなんか左手ゴーストノートバージョンで叩いてるみたいな感じなので、何かと便利ですよね、こう16ビートはね。